ことね。はあ、それで物語はこれでおしまい？え、あ、お、そうだ、もう続きはないな。え、いい物語が作れたって言ってただろう。作れた？だ、い、いや、これは違くて、その、おいらたちはただ。うん、なんていうか、実にシンプルで気になるような続きもない物語だったけど、何事も行動する前に己の限度を知り最善を尽くす。私も当然その道理を頭では分かっているけれど、自分のこととなると時折それを見失ってしまうのよね。ええ、高い山を登ると山々の間にある雲が見え、船に乗ると海の上にある霧が見える。だからこそ時々自分がどこにいるのかを確認し、霧を払い本心を見極めなければならない。じゃあ今の国政の本心は何なんだ？私の本心、私の本心は時間がゆっくりと流れるようになってほしいってところかしら。その機会に城内を巡って会うべき人に会ったり見るべき花火を見たりしたいわ。思い返すと昔の私は今よりもせっかちで、私と一緒に仕事をする人はみんな3ヶ月と持たずに辞めていた。君の言う通り、程合いは非常に重要ね。でも私もちゃんと進歩しているのよ。それはわかるでしょ。それに君とパイモンとも約束したわよね。一緒に今年の花火大会を見る約束。だからこの良き回答祭を祝して、旅人パイモン、君たちと一緒にいられてとても嬉しいわ。今回の花火大会の責任者は私で、私も自分のできる最善の努力を尽くしてきた。何があっても君たちに今回の盛大な行事を楽しんでもらいたいの。こうして足を止めて花火を鑑賞し、リーユエコーを眺める、とても幸せなことね。回答祭を祝して。回答祭を祝して。それとありがとう。様が用意したものが届きました。旅人、ここで少し待ってて、動かないでね。ああ、重要なことみたいだな。専属したテアが作ってくれたの。異国風らしいけれど、どう？似合うかしら。すっごく綺麗だ。そろそろね、旅人、今年の回答祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。綺麗でしょ。
随分と洒落た服を着てるじゃないか。見識ある北斗船長に褒められるなんて、この衣装も報われたというものね。薬先生、診療お疲れ様でした。ありがとうございます。お気になさらず。怪盗祭、あれ、あれ見て。怪盗祭を祝して。